こんにちは、モニコです。シェード 3D の初級講座、ポリゴンの使い方。今回はですね、複雑な形の作り方、これで非常に役立つブーリアンのモデリングというのを紹介してみたいと思います。さあ、今ですね、2つの円柱がこのように交差してますけれどもね、ブーリアンというのは一つの形状に対してもう一つの形状をですね、差し込んだり重ねたりして、その部分をくり抜いたりですね、まあいろいろなこう組み合わせの妙でですね、形を作っていく機能になります。これ今何をやりたいかというとですね、実際にやってみたいと思いますけれども、この斜めに刺さった棒で穴をくり抜いてモデリングします。これ一つの形状から作るとなると非常に大変なんですけれども、このブーリアンモデリングというのは二つの形状を組み合わせるだけなので、例えばですね、こうしたくり抜きや、まあ、例えば文字を、この表面ハンコみたいに文字をくり抜いたりですね、様々な使い方でできます。ただ注意したいのはですね、非常にデータ量が一気に増えてしまいますので、その辺はある程度考える必要というのはあります。では今ブラウザ上にこの円柱が2つ並んでおりますので、ブーリアンモデリングをやってみたいと思います。ツールボックス編集の共通というところですね、こちらを押すとブール演算というのが出てきます。まずはベースとなる形状を選択してブール演算を押します。そしてですね、削る対象の形状、こちらをですね押します。まだ何も今変化が起きません。そうするとツールパラメーターというのが出てきますので、ここでどういう作業をするかというのをやっていきます。その結果がですね、切り替えるたびにこう出てきますので、自分の求める結果になるかどうかですね、2つの関係性をいろいろ、まだこれ確定してませんのでね、切り替えることができます。今目的としているのはこの形ですね、円柱をこのトンネル状にこう貫いた。でこれで良ければ OK をしますけれども、これ見ていただくと分かるんですが、このもうデータがすごい量になってますよね、線がびっしりと。この辺はある程度気をつける必要があります。データが一気に重くなりますのでね、良ければ確定をですね、この適用をします。これでも形が決まりました。これブラウザーのところを見ていただくとですね、今出来上がったパーツの他に実は元を作った残骸が残っています。これ表示が消えてるだけなので、ちょっと思わぬ結果にならなかったという場合は、出来上がったものをですね、これ削除していただいて、ブラウザーのですね、こちら目のマークとこの2つの部分ですね、これを押していただくと表示がまた元に戻ります。これあくまでも見えないように隠してあるっていうだけなので、元のデータは残ってますのでね、これで自分の思う結果になるまでですね、何度もやり直すことができます。こんな感じですね。さあ、こういう形状ではだけではなくてですね、例えばこんな使い方にも向いています。これ鉄砲のですね、ピストルのこのシリンダーみたいな形になっておりますけれども、これ表面にですね、こういった形でくぼみをつけてるんですね。これもモデリング一つの形状からやっていくとすごい大変です。さあ、今この出来上がった形状はいらないので削除します。元の形状の方が残っていますので、ブラウザーのこれですね、見た目を復活させます。さあ、このようにですね、円柱とそして外側にカプセル形状、これを合計で8個配置したというデータですね。で、この8個のデータはこれポリゴンメッシュでですね、8個なんですけれども、一つのデータとして前回やりましたように、このパートの中に全てのパーツを入れて合体させています。これですともう一括でできますのでね。ただこれものすごく多いとエラーを起こす場合もありますのでね、この辺は注意してください。さあ、ではここで
この円柱をまず選択して、先ほどの編集の共通ブール演算を選んで、そして抜き体形状ポリゴンメッシュを選びます。ここで先ほどと同様ですね、ボタンを押して結果を見て、これも非常にデータが重くなりますのでね、こんな感じになります。これで良ければ OK をします。適用ですね。こういった複雑な形をですね、簡単にできるのがこのブール演算の特徴です。まあこうした特にですね、表面に削りを入れたりとかですね、そういった加工を、まあこれテクスチャーとかでもできるんですけどもね、実データとして加工されたい場合、また 3D プリンターにですね、こういう表面の彫刻を入れたい場合ですね、実データじゃないとどうしようもありませんので、3D プリンターのデータ作成にもですね、使える機能です。様々な応用を使いますのでね、このブール演算、ぜひ覚えてください。今回はここまでになります。